はい、どうも、百鬼にです。今回セリアに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。サバイバルホイッスル。こちらがね、まあ、ちょっとキャンプ用品っぽい商品が売ってたんで、買ってみました。ただこれ、キャンプコーナーに売ってたわけじゃなくて、おもちゃコーナーに置いてあったんですね。セリアさんの、まあ、おもちゃとかのね、グッズ売ってるコーナーに行ったら、この多機能サバイバルホイッスルというのが売ってて、まあ、この対象年齢6歳以上ということで、おもちゃのものになるみたいなんですが、まあ、見るとね、方位磁石、温度計で、拡大鏡付きとなってたんで、なんか面白そうだなと思って買ってみました。はい。で、これおもちゃコーナーで見つけたんですけど、ちゃんと発売元、ね、キャンプ用品おなじみ、武田コーポレーションさんの商品になってます。ということで、こちらの商品、ちょっとどんなものか一つ一つ見ていこうかなと思います。まあ、セリアさんで買ったんで、こちら110円の商品になります。じゃあ、開けていこうと思います。はい、商品、こういうものです。まあ、キーホルダーですね、基本的には。なので、まあ、カバンにね、取り付けるとかしておけば便利なグッズなのかなというところにはなります。で、まあ、サバイバルホイッスルということで、まあ、まずは普通に笛ですね。これがね、どんな音か。ちょっとね、あまりがっつりはね、吹けないんで、まあ、軽く音出してみようと思います。そこそこのホイッスルになりそうですね。で、まあ、これがホイッスル。まず機能一つ、ホイッスルですね。はい。なので、まあまあ、これは、まあ、なんて言いますか、遭難した時とか、なんかあった時にね、これで笛で人に知らせるとかいうのにも使えるかなと。まあ、そういう、まあ、笛がまず一つ。はい。で、方位磁石ですね。これはもう、うちの場合だと、まあ今この左手がね、北なんですけど、まあまあこれをね、ちゃんとどこを向いてても北を指しているので、はい、磁石としても問題ないかなと思います。はい、まあサバイバルには磁石必需品なので、はい、これも便利なグッズの一つですね。で、あとは温度計がね、裏面についてます。これはもうアナログの温度計なんで、こっちに今、だいたい25度ぐらいの気温ですか。ということで、温度の方もこちらで、まあ、ある程度わかるということになります。で、まあ、笛、方位磁石、温度計。あとね、拡大鏡って書いてあったんですけど、それがここにね、隙間にありますね。これが、どうやったら開くんだ、これ。これはどうなんですかね。多分このここだと思うんですけど、このこれどうやって出すんだろうか。こうか。硬いだけか。はいはい。こうやって出てきますね。これでまあ、拡大鏡。こっちか？まあ、そうですね。このね、文字でいくと、はい、ちょっと拡大をしてくれる感じにはなりますか。はい、こうですね。はい。まあ、ルーペとして使うこともできます。ちっちゃいですけどね。はい。まあ、これは収納してしまえば使えるということで、全部で、機能としたら、だから、まあ、キーホルダー。まず、機能1、キーホルダー。で、ホイッスル。はい。で、方位磁石、温度計、拡大鏡。はい。ということになります。はい。ということで、5つの、まあまあ、役割を果たしてくれますね、こちら。うん。ただ、まあ、これ、武田コーポレーションの商品ですし、アウトドアというかサバイバルホイッスルという名前ですけれど、こ
地にも書いてあります。本製品は災害用として製造されたものではありません。おもちゃとしてご使用くださいということなんで、まあ、あくまでね、子供さんにちょっとね、アウトドア気分を味わってもらおうというグッズのようです。うん、でもまあ、ね、まあ災害用あくまでおもちゃですけど、まあ、笛もちゃんと吹けるし、磁石もちゃんと機能してるし、で、まあ、それなりにあの、ルーペも使えるんで、まあまあ、はい、お子様持ってても使えるし、大人でもね、全然キーホルダーとして持ってたり、あとはリュックにつけてても、なんかの足しにはなるでしょうねっていう、はい、っていうおもちゃです。まあ、あくまで、あえておもちゃと言いますが、はい、こちら。サバイバルごっこをして遊ぼうなんで、まああくまでおもちゃですから、まあそういう点では面白いアウトドアグッズが、まあおもちゃコーナーにもあったという、はい、ご紹介になります。はい。まあ大きさですけど、これね、笛自体がね、だいたいね、8センチぐらい。うん。で、幅がね、だいたい2センチですかね。はい。横幅が3センチぐらいあります。はい。まあ、あとね、これ色もね、これ今回カーキを買ってきたんですけど、もう一個ベージュみたいな色のものも置いてましたんで、まあ、2色ぐらいありそうです。こちらが武田コーポレーションさんが発売している商品になりまして、ジャンコードは一応こちらになります。はい。あくまでさっきも言ってますが、おもちゃですので、はい。対象年齢6歳以上っていうことで。災害用のグッズというわけではないので、そこだけご注意ください。という、まあ、ちょっとね、おもちゃコーナーでも面白そうなアウトドアグッズという形で売ってたり、まあ、おもちゃのコーナーとかね、いろんなコーナーに、あれ、これ、キャンプで使えるんじゃないかっていうような商品とか、まあ、いろんなものありますからね。100円ショップさん、セリアさんもね、そんなにしょっちゅう行かないんですけど、まあ、たまに行くと、こういう発見があって面白いと思いました。まあ、こちら気になる方はね、セリアさんの方に売ってましたんで、まあ、キャンドゥとかでも、武田コーポレーションの商品ですから、まあ、おもちゃコーナーに行くと、まあ、売ってるかもしれないって、そんな感じですね。では、今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら、紹介したいと思います。それでは。